たぶり。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は蒙牛軍を滅ぼして主に女性を多く捕まえたところまで。男女比率が崩壊しそうなレベルでね。側室制度がないのが困ったところを。愛を知る呂布がもっと愛を教えてあげられるのに。その代わり他の男どもにも機会があるわけで。どんどんと婚姻させていきたいけど、あと誰が残っているのやら。そういえば、長領を忘れてたな。それと今回加入したバエンとゲンガンだね。そこあたりも時が経ったら婚姻させないとな。婚姻は私が覚えてる限り順番通りとなるよ。拙い記憶力でどこまで覚えてるかが問題だけど。同時加入な今回は自信がないよ。順番を間違えてたら生温かい目で見てもらえれば助かる。現在河北では地味に孫策が勢力拡大中。北平だけじゃなく南皮まで攻略しているね。このまま勢力拡大するとどうなることやら。河北から陸孫を追い出してくれると助かるんだけど。他は河口屯、劉備、東海あたりの勢いがすごいかな。劉備がまさかの五冠になるかもね。音だけじゃ判断がつかないし。それか素冠かな。新たな可能性を秘めつつ、もしかしたら職を制した河口屯とぶつかるかも。いろんな可能性を秘めつつ、今回も一騎打ちを狙っていこうか。その前に、元蒙牛軍の方々を登用していく。玄関は速攻だ。愛の指導を受けただけあるね。あれ？女性陣は愛を知らないのかな。宿友は猛核を失ってふてくされてるのかもな。それはそれで困るんだけど。早く登用しないと逃げられる可能性も。女性陣でもダメか。全然ダメじゃん。さすが挑戦。魅力の人だけあるね。他はダメか。こんなに登用できないもの。何か悪い流れがあるような。受信が攻められてるな。元諸葛丹軍の扱いをどうするか悩ましいところだよ。あ、宿友が。さすが愛を知る男だね。かまんもう。半死がやるとはねえ。勢いに乗れるかと思ったけど。ダメという。そろそろ応じないかな。下降レイズが起きた。続いて双剣も。これで残りは宝山城だけかな。何もないはずなのになんでだろ。忘れないうちに婚姻を。そうだね、忘れる間にやらないと。今回は長領と、歳と言いたいけど。順番的に長がだよ。歳は次になるから、関羽が望み、曹操が許可せず自ら嫁にした女性は誰のものになるのか。気になるところだけど。まずは長領の婚姻を。長領は今後も守りの要になるはずだから頑張ってもらわねば。そうだね、今後義兄弟も考えておくよ。粘っていた方三十も。挑戦が無事投与した。これで蒙牛軍の後始末は終わったね。ここからどうするかだな。どこを攻めるかは決まってはいるけど。状況が整うかだな。また弓矢倉を建設しつつ挑発していたら。出てきたね。文王か。相当持ちはやばいんだよねー。引いて対応しないと一撃粉砕されかねない。戦略的撤退をしつつ一騎打ちのチャンスを伺う。深追いしてきてくれればチャンスはあるはず。半将ともども愛の指導ができればいいけど。弓矢倉破壊が目的かな。深追いはしてくれないかな。ダメっぽいな。結局文王と半将は弓矢倉を破壊して帰っていった。愛の指導をする難しさよ。まずは野戦ができないとどうしようもないからな。孔明軍が女南を攻めてる。女南が好きだねー。女南より上領を攻めた方が価値あると思うんだけど。そこあたりの価値観がどうなっているかだよね。それで攻略できればいいんだけど。毎回失敗だからね。とここで滅亡。数は減っててもどこかわからないよ。尊老ということは河口屯が職を平定したな。すごい勢いだね。同盟を結んだのはミスだったかな。女南北では遊びに来てた愛の戦士候補の寝食を捕捉し。捕獲してくれたらいいんだけど。呂布様の捕獲率は討ち取り率より低いからな。
どうせ捕まえられないだろうなと思い、河北情勢を眺めていたら、まさかの捕獲報告が。これで愛の戦士が一人増えたね。順番的に誰かな。誰だったっけ。龍禅軍では落とせないかな。望んでいます。愛の戦士候補を返すわけがない。今は引き回して忠誠度を下げているというのにね。いけそうでいけない残り戦の城兵なんだと。まさか曹操様はこれがやりたくて坊ちゃんのところに。その可能性はあるな。問題はついてくる人がいるか。人数次第では速攻の可能性もあるから。いけそうでいけない感じがする。行は孫策軍が攻めることに。欲様の帰還。陣職の忠誠度が90だからいけるかなと思ったけど、一発は無理だったと。東洋攻勢をかけてどうにかなるかだよ。なんて欲しいところだな。これは落ちるかも。落ちるかもとか言いながら見ていないという。どうでもいいかな感はあるからさ。陣職はダメか。すぐには無理かもね。と思ったら宿友が投与した。できないと思って飛ばしちゃったよ。後続がいる時に限って即成功といういつも通りの展開で、10日ほど見てなかったけど何も変わってない。第二形態になった。一気に兵の減りが早くなったよ。落ちた。北兵を攻略してからの快進撃がすごすぎるよ。ここで1年が経過し、馬縁が婚姻できるように。皆が欲しがった女性を馬縁がめとる。これもまた楽しからずや。加入タイミングが早かったのが功を奏したな。まあ、問題は活躍するかだけど。馬縁じゃな感はあるけど。続いてはこの二人。宿友は旦那を亡くして日が浅いけど仕方ないよね。もう格を忘れさせてくれるくらいのおじいちゃんなはず。さらに、この三人を義兄弟に。嫁ともども活躍してくれると信じたいところだよ。嫁同時も義兄弟にしたら面白そう。それはありかもね。ちょっと先になるけどやっておくよ。今はこの義兄弟にいろいろ任せてたいところ。そうだね、陸遜軍が弱った今攻め時な気がするよ。となれば配置替えをしてやるしかないな。文王を愛の指導すべく、呂布の義兄弟を動員して強化して迎え撃つよ。それくらいしないと勝負にならないという怖さ。隣接効果と相当がね。十分に準備して攻撃したら、瞬殺してしまった。どうしたらいいのよ。準備しないとやられると、準備すると瞬殺するという悲しさ。河北情勢はそのまま孫策が押し切るとかと思わせて、押し切れず陸遜が耐える結果となったよ。牧羊一都市になってくれたら嬉しかったんだけど。そうしたら陸遜軍の愛の戦士を回収できたのに。牧羊攻略して漁夫の利が一番怖いんだよな。孫策軍は平原を攻めればいいのに、なんで過去間を攻めてるし。はちみつさんだから自然と攻めてしまうんじゃないかな。そういえば、信用ではちみつさんがまだ生き残ってたのか。西では、駅州を平定した加工トンが大軍で慶州へ打って出ようとしているよ。そう言いつつ、永安も駅州なんだけど。ある意味入り口みたいなものだから。それは言えてるけどな。これは超人軍は受け止めれない気がする。南の情勢が激しくなりそうな予感がするよ。劉備軍と東外軍がすでに争い出してるし。慶州南部も劉備軍が抑えたら完全に五感まっしぐらだね。こっちはこっちで元諸葛丹軍をいじめていく。受信を張飛軍に攻略されたから一都市勢力になったしね。とはいえ、攻略するだけの旨味がない勢力だから困りもの。南で工場兵器を潰してるけど、呂布は呂布で牧羊を攻める。うまくいけば平原攻略で陸遜軍を吸収できるかもだから。うまくいけばいいけど。行かなかったら他に取られるだけだから。それは防がないとな。そのためにはある程度兵を残した状態で平原を維持してくれないと。今のところ平原に動きはなし。このまま動かなければいいんだけど。1万、6000程度だと援軍を送ることもできない気はするけどな。その期待を裏切るのが敵側だから。時間をかけすぎると援軍が来るかもだから速攻で仕掛けるよ。噂をすれば来る。どうして出そうと思ったのか聞きたいよ。平原の残りの兵は5000程度だよ。あれを殲滅して平原攻めにつなげられればいいかもだけど。
北洋を攻略した後にその余力があるかどうかだよ。ちなみに今回から工場兵器担当は陳職になってる。陳級には余霊と一緒に陳流を守ってもらっているよ。陳職は野戦では役に立たない男だからな。強打で戦えないからね。と話してる間に北洋を攻略。そういえば愛の指導が一度もなかったよ。愛の伝道活動はいっぱいしたんだけどな。それじゃ足りない感じはあるけど、意図してできるものじゃないから厳しいよね。それな。そして選別しようと思ったんだけど、この時は即平原を攻めるつもりでいたから、面倒になって全員解放してしまったよ。創設がいたのにもったいない。本当にね。すまぬ。ほんとその通りだよ。というわけで、愛の指導が行えないまま平原を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。